疲れ様です。今日は7月23日、JB つぶろこ第2戦ジャッカルカップ、無事に終了しました。申し遅れました。スーパーロボチャンネルの森口です。おはようございます。お願いします。お願いします。ご存知、もう準レギュラーのラガーこと藤原です。藤原。おはようございます。トップフィフティープロと宮野君こと。シダツトップヒブティープロですもうついこの間霞から帰ってきたああ真っ黒なんじゃん、はい、もうねお疲れ様でした。もう尺に遠いと思う、はい、そのトップ50もねミラーは入賞して入賞して13位ですね。今年間で2位になります。すごい、まあ、こっちとら残留争いしてるとこっちも年間争いしてる。申し遅れました。カメラマンの中野です。中野です。中野です。あそう。あそう。今日も撮ってもらってます。今日つぶろこどうでしたか。いや超ハイウェイト戦でしたね。びっくりするぐらいね。びっくりするぐらいハイウェイト戦でしたね。優勝が7キロ、7キロ台、準優勝6キロで3位が5キロ、で4600、そうで、で、ピラコンが4位。おぉ、素晴らしい。素晴らしい。ちなみに僕はさっき、オザブ。確認したらロギでした。4500で。オザブ。オザブでした。いやー、修行が足らん。ねえ。まあ、どうですか、この状況。まあ、釣ってる人は釣ってるし。そうですね。まあ、僕みたいに釣ってない人は全く釣ってないし。今日ゼロだった。あ、どうも、そう。あら。もうその辺ね、みんな気になってるとかやと思います。ライブスコープつけてても結局そうです、ね、釣れる人はもう、うん、恐ろしいほど釣る、うん、でつけてても釣れない人は恐ろしいぐらい釣れない。まあ、これが多分現実ですよね。現実というか、じゃあライブスコープ入れてるから釣れるんやろっていうのはないです。まあ間違いやなっていうのは、うん、こういう実際にライブスコープがメインになるような会場での成績を見ればもう都市伝説みたいになりましたね。さっきちょっとミラコにも聞いてたんですけど、結局映す作業っていうのは多分つけてる人やったら魚も映るし、そうそうそう、ルアーもまあまあ言うたらちょっと練習したらルアーも映るし、でそこで釣れる釣れないっていうのはどうなんですか。練習じゃないですかね、やっぱり。練習。もう一日それしかやらんみたいな。やっぱり、その、ライブスコープ使って成績出る人って、皆さんが思ってる以上に練習してるんで、まあ、僕もそうですし、導入してからも、今まで釣れる魚を犠牲にしてまで、この練習をして、ようやく成績がついたりしてる。なるほど。その中で、ルアーって大事ですか、やっぱり。ルアーよりも、マチザネットっていうのがあるかもしれない。結局今日お立ち絡んでる人もう 僕も同じ色やったんですけど、結局坂又シャットとか5インチ、そうね、坂又の5インチっていうのがキーでしたね。ね、僕もそうでした、うん、で釣り方もなんかちょっとすごい難しい話しましたけど、難しすぎる。そうなんですよ、皆さん言ってること僕はめちゃくちゃあそうやんなって思ってやってる、うん、確かにね、はい、確かにね、そういう動きはするんですよね。そうです、あの画像を見てたらね、はい、嫌がって落ちて落ちて上がってくるときなぜか全て忘れてるのか魚が、うん、ルアー入れたら反応するリセットされてる。今日釣った魚僕はそういうのばっかり、僕の後ろで釣ってましたもんね。そうだ、どうぞって言いながら、あ、どうぞって言いながらね入れ替えするって言ね。いや、まあね、これからライブスコープをね買おうかっていう思ってる人はね、やっぱり勝ってからもすごい練習がいると思います。勝って結局使い切れへんわっていう人やっぱりいっぱい見てきてるんで、特に僕ね誰も切れてない、もう全く切れてないね、はい、あ、ミラ君なんかすごいね、すごいですね、もう全ては練習です。やっぱり練習なんでもそうじゃないですか、まあ、サイトにしろ、音楽にしろ練習がもの、練習量ですね、はい、練習量とその時その日の運、うん、いかにでかい机
机売りにぶち当たるかとか。まあまあそうやね、うん、彼はもう釣り方みんなしちゃったんでエリアで差が出たから、なんかね、うん、聞いてたらみんな同じね、そうそうそう、うん、まあ山さんはねちょっとすごかった、ね、異次元の話してたけどあ、でもね、僕最後12時55分に一番でかいんですよ。お、それね、確かにそこでしたね。あ、グリ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 巻いて、もう見切るなと思ったら、気になる方は GoNBC ちゃうな、何にアップされるの。今回 GoGo もないし、多分その個人個人の SNS の動画に上がる。そうやね、多分今日お立ち上がってる人はほとんど GoPro とか。そうですね、山田さんなんかもうちもね、あの YouTube されてますし、まあ、ちょっと今回忘れました家に忘れました僕も今回釣ったのは全部さっきあの熱暴走して困りましたけど、多分釣ってるはずなんで、それはまあぼちぼち用意して、ね、SNS に上げるぐらいで、いろんな釣りをお見せしたい、はい、次は桧原。もうすぐ日晴れ、9月の8日から3日、さっき JB つぶろこ、ね、それ終わってその週に確か移動か、その2週間後ぐらいで移動したすごいな、12時間、おかしいやか、霞が近く感じましたね、霞には近いですよ、たかがもう7時間ちょっとですけど、ね、やっぱ12時間運転してるとね、8時間目ぐらいに何してんねやっていう自問自答が入る。まあとりあえずね、その前にまたジェミスブロコ、ね、8月終わりにね、また暑いですね、暑い中、今日も暑かったですけど、だけどまあ今度はね、僕もまあ中野くんもすると思います。みんなでそこもっともっとで、中野さんもこうやってカメラこうやって、わかりました、入れないありがとうございます。まあね、まあ厳しいつぶろこですけど、大阪からもね、都市圏からも近いんで、はい、ぜひぜひ、まあ、ここをご利用いただければな。そうですね、あの8月ガイド空いてますね、まだ、はい、あ、ガイドね、はい、どうぞご予約お待ちしております、よろしくお願いします。はい、多分ね、今日の坂もトップでやったら出るかもしれない、あの朝とか、あ、うん、ポッパーとかその辺ね、またガイドでいろいろね、うん、教えてもらえる。そうですね、沖の釣りもしてたんで、そう、沖の釣りボイルしてた、はい、最後12時ぐらいしてた、屋敷沖でボイルした、あのそういうつぶろっこらしい釣りっていうのもなんかお見せしたいなと思って、はい、で、カメラやってくださいよ、あ、カメラ、うん、あのただでカメラあのスーパーロコチャンネル、はい、ロコチャンネル、ロコアップしますんで、はい、またよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ締めましょうか。はい、はい、今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。熱中症には気をつけて、気をつけて、はい、水分たくさん取ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。